だろ。ルイやカイはどこに行っちゃったの？帰ってくるってそのうち。なんだろう、さっきから。ミロが言ったんだろ、お前が守らって。今は敵の殲滅を優先しろ。弾丸をバーストに変更。そのうちからキャップを中心に逃げる。それじゃあ浜中のヤツらに当たって。興奮していたのでひとまず診療所に。これ人が操縦してるな。学生に見えませんか？ミロが言っていた、来たるべき時が来たんだ。ついに俺の運命がやってきたんだよ。いきなりここは未来なんだとか、敵はなんとかだって言われても。リビジョンズ、さっきから何？嬉しそうに英雄にでもなったつもり？街だって大変なことになってるんだよ。それをやめようよ。ひとまずここにいるみんなは無事でよかったじゃない。私の名前はミロ。うん、知ってるよ。らしいな。私は君たちとは初対面ということだ。死にたいのなら出て行け。そうじゃなければ校内に残れ。それと簡単にこんなの疲れたらたまったもんじゃないから、とりあえず全員逮捕な。ここの統治機関に説明することになった。お前たちにも立ち会ってほしい。構わないけど大輔は派手に暴れてふてくされてるらしい。やっぱりか。ともかく落ち着きなさい。もう一度言う、ここは2388年の日本。リビジョンズは我々と敵対関係にあり、あなた方にとっても敵となるはず。敵だからってさ、戦ったらダメでしょ。敵対組織から身を守るという観点からもやむを得ないというか、ミロさんからの情報を得るための高度に政治的な判断とご理解いただきたい。皆さん、我々災害対策本部はここに渋谷臨時政府の樹立を宣言します。堂島大輔、彼が治安を守るために使ったストリングパペットは同型機があと2つあり、できれば回収作業を行いたい。そこにいる生徒さんたちしか使えないらしい。この堂島大輔君を中心とした渋谷防衛部隊 SDS をここに設立する。